どうもこんにちは、ダイダラです。さあちょっと今日はね、悲しいお知らせと告知が1点ありますので、まずどっちから行く俺まず嫌な方から食うタイプだから、じゃあまず悲しいお知らせから行きましょうか。ちょっとキャプチャーボードが動かなくなっちゃいまして、ペパマリがちょっと続き取れないです。今申し訳ない。昨日も更新してなかったので何かなと思った方いると思うんですけど、そうなんですよ。僕いつも前日に動画撮ってそのまま出すっていうスタイルだったので、ストックがなかったということです。で、昨日一日ちょっと頑張ってみたんですけど、どうも治らなくて、ちょっと、すいませんが、数日お休みください。すいません。本当は申し訳ないです。ね。また更新いっぱいするから、それまでちょっと待っててください。で、もう一個の。これが悲しいお知らせです。まあ、キャプボはね、新しいのなんかちょっとうまいことをどうにかしてなんとかするから、ね。数日だけちょっと待っててくださいね。で、2回目だな、これ言うの。で、告知に関してです。で、告知が、11月1日、ね、昨日ですね、ユーザーチャンネル、いや、ニコニコ動画のユーザーチャンネルっていうのをもらうことができました。いや、これ何っていう。ね、多分 YouTube の方々は多分わからないかと思うんですけど、ユーザーチャンネルっていうのは、ニコニコ動画が、用意している、まあ、チャンネル機能っていうもので、これを持てるのは、企業または、ドワンゴが選んだユーザーのみしかね、なんだろう、持つことができない、まあ、特別なものなんですよ、要は。それを、なんと僕がお声掛けいただきまして、もらうことができました。嬉しい。ね、まあこれもらったから YouTube のね、俺たちは何が違うんだっていうことなんですけど、まあちょっとこれ告知だけさせといて、ね、まあこれユーザーチャンネル、もちろんね、普通によくニコニコでも放送してるんだけど、生放送とか、その生放送を見るみたいにチャンネル生放送は見ることができますね。無料でもちろん見れます。だけどちょっと有料のコンテンツもあるっていうことなんですよ。ね、月額540円、高いっすね。で、なんだろう、俺の書く、なんだろう、ブロマガっていうブログの、ね、有料会員だけが見れるところを見れるようになる、または、有料会員だけの配信、めったにしませんけどね、を見ることができる。そして、今回、または、2016年11月、ね、ちょうどチャンネルオープンした今月に限り、入会者に、こちらのグッズを全員にプレゼントっていうのをやってます。ね、まあ、グッズ系はちょっとね、YouTube の方にも欲しい方いるかなと思いましたので、この告知という形で挟ませていただきました。ね、よろしければ皆さんもね、ニコニコチャンネルの方、概要文のところに URL 貼ってますので、そちらからね、まあ、別に見に来るだけだったら、ね、ただですからね、ぜひとも見に来て、どんなもんかなっていうのを見に来ていただければと思います。ということで、今日はこの悲しいお知らせと、告知でした。ちょっとね、キャプボは、だから今ゲームできてないのよ。ストレスがやばい。なので、早くちょっとね、直してゲームしていいと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。おつぽよ、また次の動画で会おう。次はいつだ？